作成した DVD プロジェクトを DVD プレスサービスに持ち込むために DLT デジタルリニアテープへ出力します初めて DVD プレスを発注する場合などは事前にプレスサービス側と十分な打ち合わせを行ってください出力の前にはシミュレーターでの再生を行って オーサリングにミスがないか十分にチェックしておきましょうアウトラインでディスクをクリックしてディスクインスペクターを開きますリージョンコピーライトをクリック 作成する DVD に合わせてリージョンコードを設定します。チェックされているリージョンのプレイヤーで再生可能になります。コピーライト管理をチェックしてコピーライトプロテクションを有効にします。コピー世代条件を選んでください。CSS はデジタルデータのコピーライトプロテクションです。使用する場合はチェックします。 マクロビジョンはアナログのコピーライトプロテクションです。リストから使用するタイプを選んでください。コピーライトプロテクションを使うにはライセンスの供与や使用許諾契約が必要です。事前にプレスサービス側との打ち合わせを行ってください。これらの設定は構築の前に完了しておく必要があります。 プロジェクトを保存しておきましょうファイルメニューから高度なディスク作成構築を選択するかツールバーにある構築のアイコンをクリックします構築先のフォルダを指定してください。 構築が始まると、ログタブが開いて、作業の経過が表示されます。構築先のフォルダを開いてみましょう。 標準性サイドの SDDVD の場合、ビデオ TS とオーディオ TS の2つのフォルダが作られています。DVD プレイヤーを起動して、ファイルメニューから DVD メディアを開くを選び、構築した ビデオフォルダを選択して再生確認すすることができますシミュレーターでの再生とは動作が異なる場合もありますので DLT に出力する前にここでもう一度チェックしてください。 ファイルメニューから、高度なディスク作成、フォーマットを選びます。一般タブを開きます。DVD の名前やプロジェクトの構築先に間違いありませんね。出力デバイスで DLT ドライブを選びます。 出力フォーマットを選択します。通常は DDP2.0 を使いますが、フォーマットについてはプレスサービス側の対応状況にもよりますので、事前に確認しておきましょう。ディスクボリュームタブ、リージョンコピーライトタブの設定に間違いがなければ、ディスクを作成をクリックします。 このウィンドウが開きます DLT ドライブにテープをセットしてください自動的にフォーマットが始まります 終了の画面が表示されたら、オペレートハンドルのインジケーターが点灯していることを確認して、テープを取り出します。